わ、どうですかこれ。これうまそうじゃん。いいですね。どうも、東京挫折組です。お願いします。ふい、今日の企画は、はい、新しいふりかけを作ろう。はい、今までふりかけにされてないものをふりかけにしようっていう企画なんですよ。今日はちょっとこのおろし金を用意してるんで、いろんな食べ物を削ってご飯の上にかけてどれが一番美味しいかっていう、そのためにね、ちょっと3つの食材をご用意いたしました、はい、ポテトチップス、海苔塩、かりんとう、ジャイアントパプリカ、ストロベリー味、はい、そのまま食おうぜ。それではやってみよう。まずは海苔塩ポテトチップス。これマジで美味しいと思うな。普通に美味しそうだよね。あ、美味しそう。あ、いや、この時点で別に美味しそうとかいらないな。じゃあ早速いただいて。何をしてんだよ。はい、削るっていうか砕いてますけど、いかがですか。細かい方でやる。細かい方でやろうか。あー、でもこれ火くれるぞ。朝までかかるよこれ。ちょっと削れないんでバンバン叩いて砕いていきたいと思います。ああ、なるほどね、はい、ああ、これふりかけ、ああ、ふりかけっぽい。これはいいんじゃない。はい、いただきます。あ、うまい、うまい。そのサクサク感がいい食感になって、これうまいね。これちゃんとおかずとし、おかずじゃねえや、ふりかけとして成立してるね。これは大成功。お、はい、じゃあ僕はね、かりんとうを、じゃあまちょっと一つずつおろしていただきますね、うん、なるほど。あ、すごい、あ、いい感じだ。あー、なるほどね。こんな感じで、ね、うまそうこれ、はい、お、食べていきたいと思います。はい、このね、特にかかってるこの茶色い部分。赤崎さん、はい、食べていきます。はい、はい、いただきます。うん、うん、どうですか。いや、悪くないです、本当に。あれ、皆さん、ご家庭で砂糖のかかったご飯とか食べてました？いや、食べてないです。あれ、どういうこと。前より家庭で砂糖ご飯食ってたんですよ。え、なんで。復習で。え、いや、でもうまいです、普通に。うまい、食べてみます。うまいです、これ。ああ、ほんと、ちょっと食べてみようかな。何かこれ。あれ、ちょっと今俺がすごいヤバいやつみたいになってる。いや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 、これ友達とか聞いたことないもん、砂糖ご飯食ってましたみたいな。隠してます。ちょっとね、もうヤバいことだと思った。ちょっと負い目は感じてんだ。僕は美味しいと思ったんですけど、そう、決して万人受けするタイプの味ではないということが発覚しました。まあ、赤崎は好き。はい、僕は好きです。はい、なるほど。それじゃあ最後はね、カプリコふりかけ作っていきたいと思いますよ。じゃあこっち側からね、はい、うわー、うまそう。わわ、すごいすごい。なんか桜伝舞みたいな。桜伝舞みたいな。本当だ。あ、すごいすごい。一番ふりかけっぽいね。ほら、チョコもちょっとほらいいアクセントになるじゃん。ちょっと黒みもあるよね。ね。コーン部分もちょっと入れとく。うわ、どうですかこれ。これうまそうじゃん。いいですね。いただきます。もっちゃる。え？え？うわあ。後からもうくどい甘みだけくるな。でもこれ砂糖ご飯食べてた人だったらマジでどうなんだろうこれ。あ、ちょっと僕食べてみます。ちょっと赤崎食べてみてもらう。そうですね、代表として溶けてますねこれ。だいぶ溶けちゃってるな、ね。うまい。いや、ほんとえ、マジ、ずっと美味しいこれ。ずっと美味しいです。いや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 、本当？赤崎。え、マジです、これ。マジ？まずいだろ。マジっすか。これ美味しくない？おかしいよ。あれ？いや、ちょっときついね、これは。ちょっと大失敗。いや、大失敗じゃないです。大失敗なんだよ、だから。
成功もあったけどちょっと失敗もあってね。で全部成功でしたよね。いや今回の検証結果、はい、砂糖ご飯って何？美味しいです。